ホロナイトの実況パート17を始めたいと思います。前回は、3に触れてもダメージを受けなくなるっていうアイテムのイズマの涙っていうのを使って、そこで新しく行けるようになったエリアだったので、まあそこ行きましたと。はい。で、地図で言うと、ここっすね。この宝石の森の左上、この緑の道の下の部分、この微妙に空間があるところですね。に行って、まあ、夢見の守護者の二人目を、まあ、やっつけましたよと。はい。で、これで残りが一人ということになりました。はい。というわけで、本日の内容なんですが、今、この古代の穴ってところにいるんですけど、ここっすね。このイズマの森の、もうちょっと右側のところ。なんか、駅があって、前回行ったと思うんですけど、前回はイズマの森をこう行っちゃったんで、無視しちゃったんですけど、今回は、そこを行くようにしたいと思います。電車カモン。便利だな。電車差し込んだら自分のところに来てくれるんだ。はい。レッツゴーゴー。見つけました。さあ、どんどん行くぞ。青が危ない。してくんのかなと思ったけどな、動かなかったんだよね。あーお、やっぱ喋ることに集中すると手元が、あーとーめちゃくちゃ下手くそになってるな。地蔵寺さん、どこにいらっしゃるの？通るときに来たるとか。うわ。よいしょ。あ、蜂の子分が多いですね。お、来た。地蔵寺さんが近くにいるぞ。あ、これ王国の外れっつか。死体のようなものが転がっている。そい。くしゃー。さあ。お、陽気な花音が聞こえてきたぜ。そこが。こんにちは。ベンチがあるね。ちょっとベンチの前に引こう。よし。さあ、サクサク行こう。お、なんだ、こいつ。ほら。お。なかなか硬いじゃねえか。あお。前回から結構、あ、前回からだっけな、体力めっちゃ増えてるんですけど、まあ、これはチャームの効果ですね。ライフが2つ増えるようになってます。ただ死ぬとその持ってるチャームが壊れちゃうんで、
ちょっと僕、興味あってしまった。はい、ひたすら右へ。ウォー！怖い！教えてくれるおじさんじゃない？トスタックガンド。はい。奥義を来たんだろう。はい。800。ほう。足元見るね。バン。はあ。しゃあない。このまま先に進んでいちゃおうか。悩ましいですね。じゃあ行ってみますかね。何これ、何これ、何これ、何なの。強く兄弟たちを。やりまかった。ん？あ、ソウルが欲しい。ソウルが欲しい。ソウルが欲しい。そいー。お、下行けた。よし。なんかありそうだね。あー。痛いです。ちょっと食べてよ。よいしょ。コモコ。スイー。ああ。じゃあなんかジャンプの幅がこいつ変わるんだけど、よいしょ、危ねえ。まずい。
あ、怖い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 。お、なんかある。なんだろうか。高速切り？高速切りってなんだろう。ただ単に攻撃速度が上がるやつ。あれ？あれ今どれだった？ちょっと。あれどれ？敵が悪く廃棄された首を集めて使われたチャーム、もっと振るってもらいたいという釘の願いが込められている。通常より早く釘を振ることができると。はい、ああ、いい感じにスルーしてくる。ナイスー。はい、これを上に行けば万事解決。なんかすごい兵士が、兵士っぽいものが。OK、飛んでない？なんか爆弾コウモリくんがいる。うぃー、よいしょ、落ちたかと思った。お、青虫くんが発見。久々に見たな。やめよ。知らなかった。やったぜ。部屋で一回帰ってこよう。しこっちにベンチありますね。オッケー。ナイス。よし。じゃあ戻って。ほい、じゃあ戻ってきました。さーて。じゃあ、とりあえず、近場の右側に、こうかなぁ。よいしょ。よい。おぉ。トデイズマの涙が、組み立つ。放浪じゃないし。来たー。
外には出れない。あ、でもベンチあったのありがたいな。さっさっさっさ行きましょう。なんもねえな。え、ちょっと嫌なやついんじゃん。何度目だよ。まあこれは行くしかねえ。貴様を倒してやるぜ。うん。ボス戦？ボス戦？これ。あなたもさらに真実を突き詰めようというの？でも真実に耐えるには強さが必要よ。はい、ボス。はい、ボス。うん、弱小ホームのことに哀れみは感じない。はぁ、あ。この間緑の道でボコボコにしてやったのを覚えているのかね？未来を見せましかがらないのかしら。ガラマ、え、早くね。はい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 。はい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 。ちちちち。ちやばいやばいやばい。ちょっとモーションが。母ってのやめろや。これ。あ、やばい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 。えちょ、ちょいちょい。やべえ。もうモーションがめちゃめちゃ速くなってた。さあ、思いっきりナメプしてボコボコにされたところでチャームを付け替えてみますかね。で、これでいきましょう。そこにいるんかい。痛い。ちょ、ずるいずるい。いや、ずるすぎずるい、ずるいぜ。それ当たんの？あぶれ。おい、よいしょ。あぶれ。よし、来たー。来たー。ほらー。
にあの印を刻み王を名乗るがいいわ。あー、よかった。やっと勝てたよ。さあ、どんどん進むよ。アイテムちゃんが欲しいですね。印を刻むがいいわって、そういう系？儀捨てられたから。何？虫っていうんだから、あの某、ジブリ映画のあれみたいなこと。さあ、なんだろう。王の刻印。あなたが統治者としてハローネストに迎えられます。王国の神父に至る門が開きます。ほう。ほう？ほう？なに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 ？え、ちょ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 。死にかけなんですが、それは。え、どこにいるのこれ。あ、そっか。地図がない。地図じゃない。チャームがないから見えないのか。小乳道で死んだらシャレにならないよ。はぁ、あ。よくわからないけど。いやぁ。じゃあは、ボスも倒したところなんで、本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。